トコムスクエア TV 第2部です、はい、第2部からはレギュラーコメンテーターのコモディティインテリジェンス、はい、近藤正也さんに解説をお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、はい、初めに三和銀行駅からセミナーのお知らせがございます、はい、5月21日火曜日午後7時からこちら東京日本橋トコムスクエアでサンワード貿易主催のセミナー小次郎講師投資クラブを開催します。今回のテーマは大循環 MACD 中級編。おなじみ小次郎講師こと手塚浩二さんが大循環 MACD についてわかりやすく解説します。ご期待ください。参加は無料。お問い合わせお申し込みはサンワード貿易フリーダイヤル 0120-301-052 0120-301-052。平日朝9時から夕方6時まで受付中。サンワード貿易のホームページからもお申し込み受付中です。なお会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。以上サンワード貿易からセミナーのお知らせでした。さて、はい、近藤さん今日のメニューなんですが、そうですね、最初は価格の動きが来まして、はい、次は金、第2部ね、はい、ね、第3部が金、次が原油でございますね、はい、第4部と4部までありますので、はい、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、では価格の動きからいきましょう、はい、金とプラチナ、はい、金曜日はグッドフライデーで、まあ休みだったんで、うん、お休みでした。今日も月曜日もあの、はい、アメリカはやってますけれども、あっちがヨーロッパが休みです、うん、イースターですね、はい、ということでございまして、まあ、PMI がドイツの PMI やヨーロッパの PMI 悪くなってまして、うん、それによってユーロが安くなって、はい、ドルが高くなって金が安くなったという連関ですね、はい、よって金はちょっと下がっております。はい、これみんな価格が下がってるのは、はい、この為替の理由、ね、についてそうですね、ということですよね。金での理由はあまりないですね、うん、金自体の理由ではないと。そうですね、はい、買われてると金が買われてると売られてるってあんまり関係ないですね、うん、はい、はい、そして原油とガソリンです、はい、原油とガソリン、はい、原油価格はまあ上がってますね、下、うん、そこでからだいぶ、これは12月ですね、はい、12月をそこにして右肩上がりでずっと上がってますということですね、うん、吉田さんもご説明されておりましたね、半分まで戻してきてると。そうですね、うん、まあ、この中ではユーロ安のことが書いてありまして、はい、あとはまあ原油そのものにつきましてはそれほど、まあ、先ほどご説明がありましたように OPEC が減産している、うんうん、したがって背景としては、需給が引き締まっているということでございます、うん、はい、トウモロコシと大豆です。これは下がってばっかりですね。トウモロコシはあの雪が降ったのは先週だったんですけども、うん、もう今は春のうららかな天気になっちゃいましたんで、うん、作付け遅れっていうのはあまりもう関係なくなりました、はい、したがってあまり、動きはあまりありませんね。どちらかというと弱いというところですね。はい、それでは昨年初めを100とした指数を見ていきたいと思うんですけど、はい、1年4ヶ月ですか。そうですね、はい、商品の場合はやっぱりパラジウムはまだだいぶ下がったとはいえ一番高くなって17% 上がっております。45ぐらいまでいったんですけどね、はい、少し下がりました。それでもトップ。そして、まあ、石油価格が続いておりまして、うん、新潟コシヒカリなんてのが 8% ほど上がってますね、はい。あとは金が真ん中に14番15番に東京金とニューヨーク金が並んでますが、はい、まあ、ほとんど横ばいかマイナス 3.5 というのがニューヨーク金ですね。あとは何ですかね、下の方行きますとニューヨークコーヒーが一番安くなって、はい、そうですね、非常にあのベラボーに下がってますね。2016年以来の安値になっちゃってますが、はい、スターバックスとかあの辺にはまだ反映されてませんね。いずれ反映されるんですかね、OK でしょうね。安くなったりするんですかね、どうですかね、どうなんでしょうか。皆さんご存知ないですからね、あの知らずに、まあ250円ぐらいならいいですけどね、もうちょっと高いですからね、もともと安かったんですよね、160円ぐらいで出てきて、高くなって、また少し。あ、そんなに値段変わってましたっけ。ちょっと高くなってるんですよね、嫌になっちゃいますね。じゃあそれがまた少し下がると、はい、まあいいですね、消費者としては嬉しいですけどね。そうですね、全然、あまり皆さん、はい、あのコーヒー下がってんじゃないかと店員さんに文句を言ったらいいんじゃないか、はい、さあビックス指数、はい、恐怖指数ですけれども、はい、真ん中円で上がってまして、はい、これが、まあ、去年の、ま、冬ですかね、はい、上がってまして、うん、今は下がったんですけど元には戻ってないというところで、はい、VIX ですね、はい。それから、まあ、金利は2年ものが 21% も上がってますと、はい、ですね。
グラフで見ますと、はい、スパイクしているのはニューヨークパラジウムが、まあ、だいぶ上がって下がってますけれども、うん、下の天然ガスもスパイクがありますね。はい、コーヒーは右肩下がりで、先ほど言いました通り、うん。そうですね。それから東京金属は、はい、まあと、まあ、パラジウム以外は横ばいないしは、うん、100を切ってるってとこですね。から穀物は横ばいですかね。から、石油も、まあ、100に戻ってるってところですかね。うん、去年から行きましたね。そうですね。はいはい、はそして昨年初め100とした株価指数ですね、はい、株価指数としましては、まあ、台湾加減とかベトナム VNI っていう東南アジアの株価が今高くなってまして、ブラジルも高い、インドも高いということですね。一番安くなったのはフィリピンですけども、韓国もだから、まあ、東南アジアが安いってわけでもないわけですね。ねえ、だから東南アジアが極端に分かれてるっていうような感じでしょうかね。真ん中辺に、日経平均が 5% 安で、うん、ダウ平均が 5.9% 高でございます、うんうん、はい、はいはい、これもグラフで見てみますと、グラフで見ますと先進国は12月にスパイクで下がって、うん、それから今戻してるっていうところ、東南アジアも同じような動きになってますと、うん、ブリックスの株価もブラジルはちょっと上がってますけども、はい、インドも、うん、このところ上がってますねと、うん、ところですかね、はい、日経平均とドル円はあまり相関はない 0.32 ですから、まあ基本的には円安が株価株高と言われてますけど、そのほどはっきりした相関はないと。ただ、うん、アメリカの株と日本の株は右の上のグラフのように、はい、0.68 ですけれどもかなりの相関になってますと、うん、ダウ平均とニューヨーク金は全くニューヨーク原油とも関係ありません。はい、ありがとうございます。では、為替です。為替でございますね。ユーロ円というのは、まあ、円高ってことなんで、あまりちょっと参考にならないんですけれども、うん、ユーロドルが 7% も上がってですね、うん、ドルインデックスが 6% も上がって、ちょっと不思議な感じがするんですけど、まあ、はい、そういうことでございまして、真ん中円に、中国元があります。ドル円は 0.7 ですから、ほとんど横ばいだってことですね。あと A ポンドが下がってまして、と、まあ、今年はそれほど下がってませんってことですね。うん、トルコリラは 54% も下がっちゃいましたということですね。1年4ヶ月の話ですね。はい、そうですね。はい、左の上がポンド、ユーロ、ドルとありまして、資源国通貨は、はい、5ドル以外は下がってますと。うんうん、それからブリックスも大体下がってますと、通貨安になってドルの一人勝ちだったということですね、はい、トルコリラは元よりは戻してますけど、はい、まだひどいと、後でトルコの金の私は申し上げました、はいはい、ドルインデックスと金はあまり相関が今なくなっちゃって、うん、0.5 になっちゃってます、はい、ユーロドルとの相関も全くありませんと、金利とも関係なく、ただ中国人民元との逆相関は 0.7 ですから、かなり強い相関があります。他のところ強くなってきてますね。そうですね、このところ逆相関、これもどういう理由かちょっと分からないところですね、はい、それではファンドの縦逆を最後に見ていきたいと思います、はい、金につきましては売りが増えて、買いが減って、トータル的には減ってますということですね。ですから金の人気は今薄れていますと、はい、ところでございます。プラチナも同じような、まあ、プラチナ売りが減って買いが増えて、トータル的に増えてますね、失礼しました、うん、はい、プラチナが買われてます、パラジウムがまあ売られてプラチナが買われてます、で、まあ、で、はい、ニューヨーク原油、そうですね、原油につきましては、はい、売りが減って買いが増えて、トータル的に買いが増えてますということですから、原油は買われているという状況はだいぶ続いてますと、はい、ただだいぶ大きくなってきたんで、そろそろ逆に売られる可能性がありますというところに来てますね、はいはい、過去5年よりも随分高いですからね、2倍近くになってます、はいはい、そしてシカゴトウモロコシなんですが、トウモロコシはもう売り算が増えちゃってるってところが、もうトウモロコシも大豆も同じなんですけども、はい、売りが増えて買いが減って売り算が増えてると、はい、それから同じ原因、大豆につきましても同じですね、はい、売りが増えて買いは横ばいですけども、トータル的にはネット売り算が増えてますと、はい、最後ですね、これが最後はドルインデックスは、はい、ドルはあんまり買われても売られてもいないと、横ばいになってます。ただし過去の5年平均よりは随分ドルは買われてますと、
お年平均の2倍近く買われてますというところですね。はい、ということで、はい、価格の動きは以上でございます。第2部お伝えいたしました、はい、さあこの後第3部が金、そして第4部原油と続きます、はい、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。一旦失礼します。